恐ろしい言葉ですね。ある人は、私は神の子であるということを自分について言って、印を行う。印の中では一番偉大な印。前に亡くなった。腐って聞いたラザロを蘇らせた。復活させた。たくさんの人々はそれを見た。そして信じた。でも、後で、この同じ人々はイエス・キリストを殺そうとしていた。民の長老たちがこれを見て、ラザロが蘇られたわけではないと言ってないの。もうラザロが蘇られた。けど、この印は、この人々に妬みを起こさせた。考えられない。イエス・キリストが妬みのために殺されたと、ちゃんと聖書に書いてある。妬みは、悪魔の罪。もう一つの悪魔の罪。傲慢。けど、妬み。傲慢が妬みから来た。彼が神と同じようなものになりたかった。妬み。人間関係、ほとんど妬みです。あの家族がもっとお金があります。あの女の人が子供を産む私にできない。あの人は、あの神父は、あの諸局は、あの仕事は、いつもそう。いつもそう。アベルとカインは、妬み。で、マリアが現れます。マリアは、イエス・キリストを愛した。マリアは、イエス・キリストだけ彼女を愛するということを経験した。マリアは自分のすべてがクリストに救われた、クリストに愛された、そして兄弟を復活させられたから、自分のすべてを彼に与えようとして、すべて。このナルドの、これはイメージですね。効果高いイメージです。自分の人生、自分のすべてという意味ですね。だからイエス・キリストが私たちの心の中に妬みを打ち砕くために、私たちを癒すために、現在の傷を癒すために私たちのところまで来てくださる。彼が私たちのところには十字架に登るために準備するのはあなたの家、私の家です。私の家では私の心には彼が十字架に登ることを準備したい。私たちも彼と共に今週、マリアと同じような気持ち、心の態度を取りましょう。イエス・キリストの足元。私たちのすべてを彼に与えよう。私たちの悩み、私たちの罪、私たちの嘆き、私たちの心配、私たちのすべて彼に与えよう。彼がこれを取るために、葬られるために私たちのところまで来てくださる。だから遠慮なく、そちらによって妬みが癒されます。人間関係は変わります。偏見なし、妬みなし。だからキリストの足元にずっと今週、仕事をしても、いろんなことをしていても、イエス・キリストの足元にひざまずきましょう。